オイエル・オラ・サバル・パレデスは、スペイン・バスク自治州ギプスコア・ケン・イルン出身のサッカー選手。RCD ・エスパニオール所属。ポジションはゴールキーパー。バスク自治州のイルンに生まれ、地元のレアル・ウニオンの下部組織で育成される。2007から08シーズンから FC ・バルセロナ・ビー移籍。2007年夏に行われたトップチームのスコットランド・アジア遠征にも帯同し、 北京国安戦とミッションヒルズ戦にそれぞれ45分間ずつ出場。ルーベン・マルティネスに入れ替わる形で B チームの正 GK よびトップチームの第 3GK を務めた。しかし2008年にピントが加入するとトップチームに招集されることはなくなった。2014年夏、バルセロナがクラウディオ・ブラーボ、マルク・アンドレ・テアシュ・を獲得しさらに バルセラナビーからジョルディマシップが昇格したこともあってグラナダ CF へ移籍した。2017から18シーズンはレバンテにレンタル移籍した。2018年6月14日、レバンテに完全移籍することが発表された。2020年1月31日、RCD s パニオールと2年半契約を結んだ。ありがとうございます。